ラスクダイバー優先長。じゃあまだ間に合うよね。ああ、このリフトで上がればあの生意気なガキがいるはずだ。はっ、クリア、やっ、とりゃ人間の概念でいう神の住む場所、混乱か。人間が想像する魔物が生まれた場所、災いから神と魔が存在する空間、それは人にとっては遠くて近い世界、正門町。古と現代、歴史と流行が交わる町、雑多で喧騒、それゆえに活気が満ち溢れ神と魔が集う地。入れよ、長い時の流れにより異なる次元のエネルギーが集まり不安定な空間が形成された。この予測不可能な次元空間こそ災い界と人間界から混乱界に通じる道の一つである。このことに手を焼いた混乱界は積極的にこの空間に干渉するようになる。鳥の子、いわゆる大魔の時に入るとエネルギーが混濁し、魔物と人間が誤ってそこに迷い込むことも。入れよ、ふざけろ、てらっ、このどうだ、やっ、たっ、どけ、ふっ、ぐりゃ。混乱界はこの次元を優先長、そう名付けた。有象無象をも誘い込むこの優先長の地に一人の少女が立つ。やがて少女は次元の壁をも砕き、いくつかの物語を紡ぎ出すだろう。今ここに最初の冒険譚開幕。勇者また乗り過ごしたのかな。まったく、いつも遅れてくるんだから。もしもし、ユモ、今どこ、どこにいるの。それはこっちのセリフだよ。お腹空いたから唐揚げ買ってたの。6番出口の右斜め前のお店だよ。6番出口で待ち合わせって言ってたよね。はあ、仕方ないからそこで待ってて。
僕がそっちに行くから。そこにいたんだ。おお、迷わずに着くとはさすが地元の人。あ、唐揚げ食べる？地元とか関係ないし、誰もが自分と同じ方向音痴だと思わないの？それからこれからスイーツ食べに行くのに唐揚げ買ってどうするの？大丈夫、甘いものは別腹だから。ほら、ついてきて。お店の位置はちゃんと調べたから。はいはい、新しいお店は僕も詳しくないから勇者が案内してよ。あれ、お店ここじゃなかったのかな。どこかに引っ越したのかな。ここだったような。ここじゃ、あ、ここじゃなかったかも。最初のお店は向こう側かな。そのまるでお店をはしごするような発言は。って勇者？あ、もう食べ物のことだと足が速いんだから。あ、道間違えちゃったかも。こっちの方向だったかな。ああ、わかった、ここかな多分。あれあれ、行き止まりだ。もう、さっき迷子になったばっかりなのに、まったく。え？ゆも、さっきこんな道通ったかな？ここ、なんか嫌な感じがする。まずは人通りの多いところに戻ろう。こっちがダメなら、わからないかも。さっきまでこんなのなかったよね。おかしいな、ここって6番出口だよね。ユーモ、待って待って、歩くの早いよ。あ、ごめんごめん。でも、なんでここ誰もいないの？あれ、駅の名前も変わってない？ユーシャ、ちょっとここで待ってて。やだ、一人にしないで。心配しないで、すぐ戻ってくるから。優先長？正門長じゃないの？勇者、どうしたの？何これ。何？ここに人が？よし、この嬢ちゃんは大丈夫そうだな。こっちのポニーテールは危険だ。ジョーちゃん、起きろ。え、シンピラ？悪かったな、人相悪くて。ジョーちゃん、少し辛抱するんだ。今すぐ治療してやるか。治療？何？温かい力がみなぎってくる。この感じ、だんだん強くなってる。ちょ、待て待て、一体どういうことなんだ。え、おじさん、どうしちゃったの？
そんな可愛くなっちゃって。これはまずいな。うわー、何あれ。ジョーちゃん、少しはやれるのか。え、やれるって私が。テレビで格闘技の試合を見たことがあるくらいで。これでいける？いいからやってみろ。やっとりゃせやはったっやっ。まさかうまくいくとは思わなかったが、それと推測が正しければ俺の…え、そんな自信がない状態で僕をけしかけたっていうの？ああ、いや、自信がなかったわけじゃないが、しかしテレビを見ただけでこんな身のこなしができるのか。僕も驚いたよ。なんだかどんな動きでもできそうな気がして。リオ、また災いに囲まれているぞ。気を抜かずに応戦するんだ。店長。店長？女の人の声？店長、俺はこんな姿になっちまった。ジョーちゃんだけじゃ無理だ。彼女はお前の力を吸収できたんだ。逆に力を戻すこともできるさ。そこの少女、物覚えは良い方か？戦うときこいつがあんたを助けた姿を思い浮かべるんだ。おじさんが僕を助けた姿。うん、チンピラっぽい。だからってもういい。敵が寄ってきた。よろしく。はぁ、食いしばれ。せやよっとりゃ。よろ。はぁ、食いしばれ。本当に人の姿に戻れたな。おじさんって強いね。僕が出る幕なかったかも。だから俺にはリオって名前がある。ごめんごめん。それより早くユシャを病院に連れて行かないと。ジョーちゃん。ああ、僕の名前はヤン・ユモだよ。ユモ。ユモ。友達が心配な気持ちはわかる。だがこのチビたちに襲われたら冗談じゃ済まない。今は自分の身を守ることに集中しろ。こいつらを片付けたらお前さんたちのことは俺が何とかする。うん、おじさんの言う通りだね。勇者のために僕はここで倒れるわけにはいかないんだ。しかしお前さんたち名前が似てるな。ああ、それよく言われるけど、僕たちはただの仲がいい親友だよ。親友か。ははっ、気に入ったぞ。もう一踏ん張りだ。そしてあのジョーちゃんと一緒にここを出るんだ。オッケー、速攻で片付けよう。はっ、たっ、オッケー、お願い。食いしばれ。倒れろ。こんなもんか。やっとりゃ。ふ、勇者、勇者。目立った怪我はなさそうだが、気を失ったままなのが心配だな。確か近くに病院があったはず。早く連れて行こう。ここは優先帳だ。たとえ行っても誰もいないさ。あそこ優先帳。正門長がどうしてこんなに。他の人はどこに行ったの。落ち着け。簡単に言うと、ここは正門長のようで正門長じゃない場所だ。その説明分かったような分からないような。でもおじさんなら僕を助けてくれたように勇者も何とか助けられるよね。
さっきと同じ方法は多分無理だ。だが、俺についてくるんだ。なんとかできそうなやつを知っている。店長、店長、女の子が優先帳に侵入して災いから攻撃を受けたんだ。まったく騒ぐんじゃないよ。監視システムで状況は把握できてる、大した怪我ではなさそうだ。しばらくしたら目を覚ますだろうね。ああ、よかった。無事でよかったな。ヤンユモちゃんだったね。今日起きたことは内緒にしておいてくれるかい？わかりました。僕も早く忘れてしまいたい。でもどうして僕の名前を？さっきの女の人の声？なんで僕はクマの置物と話してるの？ああ、あのクマの置物がここの店長なんだ。ここ正門町の土地神なんだが、訳あって今はあの姿なんだ。おじさんはコンビニの店員なの？ジョーちゃんに言ったはずなんだが。まあいい、人相が悪いのはしょうがない。話を戻すが、店長、普通の人間が優先帳に迷い込んでしまった。やはり封印の石碑が破壊された影響が大きいのか？この子は普通の人間なんかじゃないさ。じゃなきゃなぜそんななりをしてるんだい？店長さん、お人形さん、僕はどうしたらいいんですか？髪の毛もこんなに燃えちゃって、どうやって家に帰ればいいんですか？慌てるんじゃない、仕方ない。応急処置にしかならないけどね。さあ、このペンダントをつけてごらん。元に戻れるはずだ。つけただけで元に戻れるの？マルチ商法じゃないよね。おい、とりあえずつけてみろよ。元に戻った。勇者嬢ちゃんは中庭で休ませてるよ。しかし、そう。あの嬢ちゃんは無事だ。あまり気に病むな。勇者を一人にできない。勇者、ぐっすり眠ってるみたい。本当に無事でよかった。ごめん、僕がちゃんとしていればこんなことにならなかったのに。ああ、なんとか元の姿に戻れた。混乱陣のエネルギーが吸収されたんだ。ただ、コアケーターになるとは、実に珍しいことだ。混乱陣？ああ、そこのチンピラはリーオー。簡単に言えば、そいつと私は異世界から来た。この世界でいうところの神。神といってもそんな偉大なもんじゃないぞ。元はただの石でできた獅子なんだからな。そうだね。小さなお嬢ちゃんに力を吸収され、自分で元に戻ることもできないやつなんだからね。さっきもおかしなことがあったり、異世界なんて聞いても僕も驚かないよ。でも勇者が目覚めたら僕たちは家に帰るから。何も言わないから僕たちを殺さないで。お前さ、一体土地神を何だと思ってるんだ。冗談だよ。
おじさんは危険も顧みずに僕たちを助けてくれた。でもきっと内情は知られたくないだろうし、聞いてもトラブルに巻き込まれるだけな気がする。僕は面倒事は嫌なの。それに勇者は優等生だし、友達を変なことに巻き込みたくないよ。安心しな。土地神はこの土地の住民を守る神だ。でもまあ確かにそれを持っていればトラブルに巻き込まれることにはなるだろうね。これはお返しします。こんな便利なもの、そうめったにないよ。店長、このなりでどうやって仕事をしろって言うんだ。僕は500元ですら厳しいのに、どうやって50万も。親になんて言えば。どうしたものかね。ユモも面倒事は嫌いだとすると。店長さん、言いたいことがあるならはっきり言ってください。ユモは人の気持ちがわかるようだね。さっきの、よかったらその力を私たちに貸してくれないかい。店長。わかりました。ただより高いものはないって言うし。よし、これで契約成立だ。こうして仕方なく店長のペンダントを預かったんだっけ。条件はこの夏休み中にリーオおじさんが元に戻る方法を探し出すこと。このペンダントがこんなに高いなんて思いもしなかった。でも店長はバイト代で借金を返せばいいと約束してくれた。バイトの内容は勇者に怪我をさせた妖怪を倒すこと、それにコンビニの手伝いをすること。人生初のバイトがこんな厄介なことになるなんて。本当に大丈夫？無理してない？もう大丈夫だよ。血糖値が下がると危ないからね。分かったってば。私先に何か食べてから補習に行くから、ユモこそバイト初日頑張ってね。うん、今日からバイトなんだよね。あ、じゃあ電話切るね。それじゃ早速コンビニに向かおダスクダイバー、優先帳。